はい、こんにちは。私がブブゼラです。あなたは？エンさんです。イエイ、ワールドカップね。2008年南アフリカワールドカップブーブーってな、はい、そんな存在です、私は。ということで、エンさん、はい、そんなブブゼラですけど、今日何やるか分かります？あたりを見回してますね。いやー、まあ、だから今回がアウター紹介なのかな。違います。今日紹介するのは、はい、こちらです。ということで、はい、今回紹介するのがイシューシングスのタイプ65、そしてこちらがタイプ69ということで、はい、まあ、同じ素材を使ったブルゾンとジャケットになっております。でなぜ今日これを紹介するかというと、もともとこのブルゾンがすごい気に入ってたんですよ、はい。で、まあ、もちろん徐々にこう数が減ってきて、まあ、こっちラス1なんですね、うん。でそれと同時にちょっと寒くなってきてパンツを探してたところ、はい、こいつが出てきまして出てきましてっていうか、まあ、テントにあんだけど、はい、あのこいつを見つけて、やっぱかっこいいなと思って、うんうん。まあ、もちろんブルゾンがかっこよかったし、同じ生地使ってるから迫力もあって、うん、でしかも難所ね、履きやすい、はいはい、素材的にも、うん、だからすごくいいなと思って今回おすすめをさせてもらうんですけど、 N さん、はい、まず素材は何でしょうか。一回開封動画でやってるんで分かると思うんですけど、コットンナイロン。すごいですね。それをあれじゃない、縮縮させた、あ、縮縮じゃないですね、高密度で折った、そうですっていう生地なんですけど、説明を読みますと、高密度で折られたコットンナイロン生地を使用したジャケット、そしてパンツですね。裏地には洗うと縮む生地を使用し、バッカリングを発生させ、独特のボリュームのあるシルエットを作っていますということですね。なんか表はそのコットンナイロンのハードウォッシュ、はい、なんでかなりシワ感強めですよね、うんうん。でちょっとこう色はねブラックなんですけど、ほんと白っちゃけてる、ダークチャコールグレーぐらいな色合いなんですよ。はいはいはい、若干白っちゃけてるでしょ、うんうん。あのね、これをねコットンだけじゃなくてやっぱナイロンが入ってるのが素晴らしいかなって思って、うんうん。割合どのぐらいなんだろう。40。あー、どっちが40？え、ナイロンが、うん、33だわ。33、67、はい。でそのシャカシャカ具合が難所ちょうどいいのよ。あ、なんかこうシャカシャカすぎないし、かつコットンの粗さが出つつも、そのやぼったくないみたいな加工しても、うん、マットになりすぎてないのがすごく良くて、あ、はいはいはい、この化繊と天然繊維の比率がすごくこの加工に対して噛み合ってる気がしますね、はいはいはい。で裏地は先ほど言った通り、まあ、いつもついてるじゃないですか、このコットンの生地が付けられてて、それが縮立差で、表地と裏地の縮立差で裏地がギュッと縮まるので、それで独特なフォルムを形成していると言ってましたね、はい。でしかももちろんコットンナイロンの洗いかかってるものですし、裏地もコットンなんで洗濯可能です、両方とも、はい、バンバン洗えます、はい。ということで、じゃあジャケットからまあいきましょうか。はい、イエス。ということで F65 ブルゾンの方ですね、はい、こうやっていくんですけど、エンさん、ベースは何だと思いますか？ MA1 とかだよね。フライト系だよね、なんか、うん、そんな感じするよね。ただ、うん、シガーポケットは両方ついてるじゃん、うんうん。なんかそのベースになってるものとかをあえてイシューシングスで言ってこないからさ、はいはいはい、こう新しくデザインしてますっていうのがイシューの強みというかいいところではあるんで、うん、うん、そうだね。なんかその何から取ってきましたとかそういうところをあえて細かく言わずに見て感じてもらうっていうのがやっぱイシューシングスって問題提起みたいな、はいはい、ブランド名にもあるように、うん、うん、こう投げかけてくるような感じになってるよね、はいはい。だから推察でしかないんですけど、そのさっき言った MA1 とかフライトブルゾンの何かから取ってるんじゃないかっていうので、でディティールで言いますと、はい、まあ、そんな MA1 っぽいような形なんですけど、まあ、スタンドカラーで、しかもだから MA1 がリブなのに対してスタンドカラーになってて、はい、でこのスタンドもねあんまねいやらしくないというか邪魔にならないぐらいの高さで、とてもバランスがいいんですよ、うん。で、まあ、両方にシガーポケット、はい、でしかもこれ上に貼り付けてあるんじゃなくて、なんかこう埋め込まれてるような感じになってますね。普通上からパチってついてるじゃん、あれシガーポケットって。ああそうだね、うん、じゃなくてなんかシームポケットみたいな感じになってますね、はいはい。でフロントはポケット部分が、フロントはアウトポケットみたいな感じで上からバンって付けられてるんですよ。だからポケット結構でかいっすね、はいはい。で一応ここに切り替えがあるんですけど、肩から裾にかけて入ってて、でちょっとね
リブで裾の方が縮んでるんだけど、うん、あの伸ばすとやっぱ裾側の方がボリューム出てるんだよね。幅が広くなってるんだよね。はいはいはい。多分その真ん中の切り替えを1本作ることで、なんで1枚だとさ、ただ下に平面で落ちるだけだけど、はいはいはい、切り替え作ることで膨らみを持たせられるからなのかなって。なるほどね。その膨らみに作用しているパターンになっているということですね。はい、であとやっぱ特徴的なのがこの前身頃のこの丈の短さ。うん、やっぱこうリブでかなりギュッと絞られてギャザーになってる上にこっちが短いんですよね。はいはい。ただそれによって着た時の雰囲気がめちゃくちゃこう面白くなるんで、それを着た時にちょっと見てもらって、はい。であと袖なんかもいつも通りこう2枚袖になってて、タックが入ってて、で袖はリブになってます。はい。でこのね、僕は生地に対しての加工がめっちゃ好きで、バッカリングした生地で当たりとか出てるじゃん、うん、それがめちゃくちゃ綺麗なんだよね。もう本当にモードかつスポーティーみたいな印象になりますね。で背面はやっぱこのボリューム感がかなり出てるような印象になりますね、うん、丈も長いしギャザーでギュッてなってるから、この辺にこうちょっとボリュームの余ってる分がギュッと出てるようなイメージになりますね、はいはい、後ろはそんな感じですかね。でこの前身が短くて後ろが長いっていうこのバランスと膨らみ、うんうん、はい、が本当に綺麗なんですよ。うん、うん、ということでじゃあパンツいきましょうか。はい、ということで、はい、ジャケットに引き続いてこちらタイプ69、はい、パンツの方ですねになるんですけど、もちろん同じコットンナイロンのこれタイプライターなんじゃないかな、うん、高密度って言ってたし、でハードウォッシュがかかった生地を使ったパンツなんですけど、で裏地はあのもちろんコットンの裏地がついてるわけなんですけど、はい、これはパンツなんだと思う。ベース、逆にね、ベース、うん、全然なんかベイカーパンツとかのシルエットに出るよね。あーベイカー、確かにこの感じ、あーなんかそうそうそう、うん、とかあとあれペインターとかあっぽいかなとは思う。ただフロントにポケットもついてるから、はい、うん、これとかはさネイビーなんじゃないの、この辺にあるポケットって。あー確かにね、あるよね。うん、そのモンキーパンツとかもさ、ここじゃなくてさ、この座った時に使えるこの辺のポケットとかもあるし、うん、いやまあでも本当、まああんまモデルはあんまないのかなっていうぐらいの。そうだね、うん、もうほぼオリジナルに見えるもんね。そうだね、まあディティールなんですけど、まあウエストこれ実はホックなんですね。はい、ホックで、で横はシームポケットになってて、はい、結構深めで、中はあの目の詰まったコットンで、うん、肌触り最高ですね。結構今は寝てる時に布団の中の冷たいところ探して、あひんやりするってなった時の気持ちよさぐらいな感じが伝わってきます。はいはい。でこのフロントのジップポケットも、はい、これアウトポケットみたいな感じになって、ちょっとこう膨らみがありますね。うん。で裾にかけてこの膝下からあのクリースみたいな感じで切り替え入ってます。はい、で横もね、その膝下から縫い代が割られてステッチで押さえられてるような感じで、わざとここ横をパッカリングさせられてますね。はいはい。裾は三つ折りになってる状態でハードウォッシュされた後のほどかれた、本当だから当たりとかが出てる状態で、もうこれ裾は切りっぱなしですね。はいはいはい。ここがねマジでかっこいいのよね、本当男心に響くような感じ。うん。パンツがつけんだよな。で後ろは、後ろはポケットはなくて、切り替えがサッと入ってる感じ。はい。で、ね、これね履くと分かるんですけど、この後ろの腰回りのシルエットは結構シュッとしてるの。はいはいはい。ただ裾にかけて本当にまっすぐストンと落ちるような感じで、うん、ちょっとスラックスっぽいようなシルエットなんだよ。はいはいはい。ベース、うん、だからそもそもベイカーっぽいねとかペインターっぽいねって言ってたけど、僕たち全部間違ってる可能性はある。それぐらい結構綺麗なシルエットしてて、はい。でさ、このコットンナイロンのハードウォッシュの生地に対してのジップ使いめっちゃ良くない？ブルゾンもパンツも。ああ、そうだね。ちょっとさ、それだけでモードなんだけど若干スポーティーだったりストリートだったりみたいな、ほんとちょっと Y2K に通ずるような。あー確かに。俺らがしたらエモい感じのジップ使いじゃない。ちょっと近未来っぽい感じとかもあるしさ、うん、だからほんとブルゾンもこっちのパンツもミリタリーベースで加工も武骨なんだけど、うん、ちょっとさテックっぽいよね。あーそうだね。そこのバランスねめっちゃうまいの、このタイプ65もブルゾンもこっちのタイプ69のパンツも、うん、僕はそのバランスがすごい好きなんですよね。はいはいはい。
じゃあ今紹介したこのタイプ65、69、はい、N さんはどんな感想をお持ち？言ってたようにちょっと近未来チックで、そうだよね、うん、でなんか素材はなんていうの、面白くて、うん、俺らあのモード全盛のさ、うんうんうん、アルチザンの感じがあって、うん、だからすごい面白い。なるほどね。ちょっと、まあ、言ったようにエモいよね。エモいよね、うん、なんか今すごい気分なんですよね、こういう感じが。あなんかもう若い子の中とかだと Y2K とかって言うんだろうけど、うん、僕の中だともう FF7 なんでこの辺は全部はい、あの Y2K とかね、FF7 かゼノギアスかなんで僕の中だと。はいはい。ということでブルゾンの方はサイズ1、はい、になるので僕と N さんでちょっと着てみようかなっていう感じで、はい、僕も着れるんですけど N さんのちょっとオーバーサイズを見てみたいっていう。でこっちのパンツはサイズが 1,2,3 であって、真ん中の2を履いてみようかなって感じですね、はい、ということでじゃあ行きます。はいはいはい、寿司三昧と、はい、ということでこちらが、173cm の私が一周シングスタイプ65サイズ1を着てます。はい、ただやっぱ大きいんですよ。で、まあ、袖とかも本当普通にぴったしだし、うん、でこれ丈短いなって思うじゃないですか、うん、普段都会で生活してるのにさ急に田舎の方行ってさ2両編成とか3両編成の電車見た時ぐらい短くない？あー確かにえ2両編成そうだね、うん、ぐらい短いじゃん、うん、なんだけどこれは慣れます。住めば都、はい、はいはい、いつも2両編成でこっちは暮らしてんだからみたいな、はい、なるからそこは別にあんま関係ないかな。でそれによって後ろにこうやっぱさ着物っぽいような感じでこっちにさボリュームが出るじゃん、はいはいはい、で襟抜きみたいになって、なんか一周って昔からそうなんだけどこの辺の襟抜きの感じとか力の抜けたスタッとした、うん、リラックスしたように見えるキレットの付け方がすごい上手いんですよね着た時に。確かにそうだね。でここにボリュームが出て、うん、でこう前下がりならぬ後ろ下がりになってるでしょ、うん、でそれに合わせて実は袖のボリュームも普通さ裾に対して絞っていくじゃんこう、うん、なんだけどこれは重心が下にあるからこの辺に、うん、あるからあえて袖のボリュームも絞らず、はい、同じ太さで裾まで来て、うん、袖口まで来てるよねっていうのがすごいうまいんですよね。私こうやってさポケットとか手入れちゃったらさ、うん、こうやって普通のサイズ感じゃない？そうだね。だからその T シャツインしたりさ、うん、そうだね。こいつが結構長いな。そうそう、中のものをサイズちょっと変えてあげれば全然違和感ない、うん、このぐらいだったらいいでしょ。うん、シルエットのバランスがすごくいい気がする、うん、で、まあ、裏はコットンがついてて、あとやっぱこの着てる時のシワ感がやばくない？うん、そうだね。まあそれ多分ねパンツの方が分かりやすいんだけど、後ろ姿とかの、そうだね、そうだよね。ブルゾンだとこっちのね、うん、こっちの方がボリュームもあるしね、そうだね、なってるもんね、うん、っていう感じで。じゃあ N さんも着てみる？はい、やめとく？やっぱいいやっつってやめとくどうする、うん、明日にするっつってじゃあいきます。はい、ということで、はい、いいよ。あ、やりたいんだやっぱやりたいんだやりたいんだいいっすよ。はい、あ、今日朝何食べた？今日はバームクーヘンと、はい、ということで 165cm の N さんが同じサイズ1を着て、はい、ただ中スウェットっすもんね。そうっすね、うん、ちょっとポケットとか手入れてみて。そうやって着ちゃうと割と普通なんだよね。そうだね、うん、でちょっと横向いたりしてみてください。あ、いいね、ボリューム感もいいね。だからやっぱちょっと大きめには作られてるから、うん、常 S 着てる人とか、はいはいはい、小さいサイズ着てる人がちょっとオーバーサイズ気味に着れるかなっていう。で僕がだいたい M とか L サイズぐらいを着てるんですけど、うん、でまあジャスト寄りなサイズで、はいはいはい、ただやっぱ膨らみは出るんで変ではないかなっていう感じだよね、うん、僕の方だと。そうだね、こう、あ、いいね、締めとする感じで。確かに締めてもかっこいいっすね。やっぱ丈の短さとかいいね。ちょっとレーシングジャケットにも似たスタイリッシュなイメージを、印象を受けますね。そうだね、うん、でもこう丈が短いアウターだとさ、うん、もうちょっとワイドのパンツとかを、はい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 、履いて合わせたいよね。そうだね、わ、うん、かるわ。いいっすね、ほんとジャストぐらいだね。ジャストっていうかちょっと大きめに着れて。そうだね、うん、いいぐらいな感じだよね、うん、じゃあいいですか？はい、って感じでしょうかね。はい、ありがとうございます。寿司ざんということで、はい、こちらが、173cm がサイズ2を
はい、履いています。サイズ2で本当ウエストはぴったしぐらいなんで、うん、30インチとか31インチぐらいかな、はいはいはい、78、80センチぐらいの、うん、でさっき言った通りシルエットは本当裾に向けてストンと落ちるような感じのストレートのシルエットで、はい、まあ、ボリュームがあるんですけどワイドではない決して、うんうん、この感じがねすごくいいんですよね。あとやっぱこう後ろのシルエットも綺麗でしょ。うん、そうだね、いいよね、すごい。なんか、うん、変な膨らみは一切こっか、そうだ、ね、綺麗なシルエットっていう、うんね、タックとかもやっぱないしさ、うん、うん、ほんとストンとマジで落ちるような感じ、はい、であとやっぱさこの当たりの具合、うん、パンツってやっぱ撮るときにさやっぱ写真撮るじゃん、うん、どうしてもさ履かないとさ魅力って伝わんないんだよね、パーツが少ないから、うんうんうん、なんだけどこれはパーツが多くて嬉しい俺は。どこ見てもかっこよくない、このあ確かにね、ウエストのこのさ、うん、ちょっとこう焦ってる感じ、ポケットとあと切り替えでこの辺見たらもうさあのジップポケットがあって、うん、その上にこうパッチの切り替えもあって、で裾の方に行けばさここに、うん、縫い代割ったパッカリングもあえて出しててみたいな、で裾は裾で切りっぱのちょっと裏の、うん、白いのが出てたりみたいな、はいはい、どこ見てもかっこいいじゃん。確かにこやっぱね撮っててね楽しい。あやっぱデザインされてる服面白いなってこういうところで感じちゃうかもね。はいはいはい、すごくいいですよね。シルエットいいでしょ、やっぱ綺麗じゃない、うん、そうだね。かつこの渋さどのぐらい渋いと思う。グッドフェローズっていう、うん、映画の、うん、で出てくるロバート・デ・ニーロぐらいかっこいい。あーそれはすごいかっこいいね。俺は N さんが、うん、絶対俳優で来ると思ったから僕は法事の時にお寺で出されるお茶はいはいはい、そのぐらいちょうどいい渋さ、はいはい、お寺のお茶ってめちゃくちゃうまくないということで、シルエットもほんとこう裾に向けて、うん、裾こうやったやつがいい。しょうがないな、皆さん欲しがりなんだがロールアップしてくれよってことでしょ。そう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 、その俺色合いめっちゃ好きなんだけどね。え好きだよね、これ前も言ってたもんね。うん、そういう感じ。そうだね、エンさんの好きなロールアップ。うん、確かにロールアップしても可愛いよね。そうだね、裏が、うん、しっかり裏地が出てるから、うん、で今サラのこの白の生地だけど使っていくとねやっぱ汚れてくんだよ。はいはいはい、でもっと馴染んだりこうダメージが入って汚れが入ったりして雰囲気が増すよね、うん、そうだね、こっちの裏側は、うん、って感じですかね。はい、ありがとうございます。ということでイシューシングスのタイプ65と69、はい、着てみましたけど N さんセットアップできる？パンツかな。あ、パンツなんですね。はい、パンツに、うん、ね、まあ、ハイゲージのニット、うん、何色なの？グレーかな。グレーのハイゲージのニット、はい、にレザーのブルゾン、はい、レザーブルゾンを着て、で、足元がブーツ。ブーツ、はいはいはい、はい、すごいなんか綺麗な、綺麗で男らしい感じだね。そうだね、うん、大人っぽい。でもボードで、はい、どこにいるの？ニューヨークのマンハッタン、マンハッタンかな。でそのあれだね、俳優のオーディション受けに行くみたいな、うん、人生変わっとるやん。もう直しはやめて、はい、これからは俳優で生きていく、はい、マジかよ。僕はじゃあブルゾンにします。はい、ブルゾンにして、で中はこれね、いつも言っちゃうんだけどさ、あのさイレニさんのさタートルあるじゃん、はい、あれ合わせた時めちゃくちゃかっこよかったの。レザータブの感じがピッて出てさ、はいはい、すごいよかったから、それに合わせて、で下はカシミヤとかのスウェパン、うん、はいはいはい、もうめちゃくちゃラグジュアリーなスウェットパンツを合わせたいかな下に。ああ、ワイドの、うん、普通の、ああはいはい、リバースとかであるようなぐらいの普段に、足元はローファーとか、はいはいはい、にしてどこに行くか分かんないけど、うん、羽田にいますどっか向かう最中のリラックスした、あ脱いでこう機内でリラックスもできるしみたいな、はい、スウェパンもそうだし、うん、これもさそんなブルゾンだけどさ軽いしさ、やっぱこう、 そもそも軽いんだよね。はいはいはい、着やすいから、うん、なんかちょっと旅行行くのにもちょうどいいかな、うん、気兼ねなく使える、しかもまあもちろん洗えるからさ、はいはいはい、それはいいかなっていう、その羽田で羽田のラウンジにいますみたいな感じ、はいはいはい、っていう感じかな、うん、僕は今からどっか出かけますっていうシチュエーションが見えますね僕は。はいはい、確かになんかその合わせすごいいいね、すごい崩してる感じがスウェットパンツがでしょ。というそんなイシューシングスのタイプ65と69ですけど、 N さん、はい、ということで、はい、じゃあ N さん総括を
お願いいたします。言いたいことは、はい、その総括のタイトルはないけど今、はい、今はないタイトル、はい、と言いますと、と言いますと、はい、まあ、だからあれじゃない、この服のデザインっていうかさ、はい、ディティールがめちゃくちゃあるってさっきも言ってたじゃない、写真撮るときに嬉しいって。このすげえたくさん の、 その膨らみを持たせるとかさ、パターンの量とか、はい、いろいろ計算されてなんかデザインも詰め合わせてる感じだけど、うん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 、でも私着るとすごいまとまってんだよね、うん、はいはいはい、なんかそこがすげえなと思って。パンツに関してもさ、うん、めちゃくちゃやってるじゃん、パッカリング入れたりポケットの位置とか、ね、うん、で真ん中に切り替えも入れて、うん、で後ろもそうだね、ですげえパンツの中でもめちゃくちゃやってるのに、うん、なんかすげえ綺麗なシンプルなパンツに見える。あ、それぐらいまとまってると。そうそうそう、はい、そう落とし方がめちゃくちゃうまいなっていう。うん、でこの高密度のコットンナイロン、うん、すごいこの生地に当てはめるのもうまいなっていう。そうなんですよね、うんうん、だからごちゃつかないし、うん、ちょっとアルチザンっぽさもあったり、はいはい、宇宙っぽさ、スポーティーな感じっていうかテックっぽさがあったり、うんうん、なんかその使い方がめちゃくちゃうまい。うまいねっていうことを伝えたいんですけど、はい、タイトルは分からないです。もうすぐ出てきました、僕は話を聞いて、はい、これはコース料理です。ああ、俺は最初思ったのは、うん、デザイン詰め合わせっつって思ったけど、ああダスえなと思ったそう、なんかいろんな部分を楽しめるし、はい、いろんなテイストを感じられるんだけど、うん、やっぱこう最後デザート食べてコーヒー飲んだ後に、ああなんかその作る料理人の一筋のこう何道筋が見えるような、はい、コース料理だったなみたいな、うんうんうん、感じの作品ですよね。そうだね、うん、しっかり話として完結しますみたいな、はい、ブルゾンパンツだと思います。確かに、うん、ということで N さんの総括はコース料理、コース料理で、はい、2人で考えたみたいな今日酒にしてくれっつって、はい、コース料理ということでありがとうございます。ということでこちらはもうオンラインサイトに掲載してあって、いつでもねご注文いただけるんで、ぜひご来店オンラインの注文お待ちしてますということと、寒くなってきたんで、はい、お体ご自愛くださいっていう感じですかね。はい、マジで急激な寒さ、冬です。そうですね、うん、ということで、今週もお願いしますっていう感じですね。はい、じゃあご来店オンラインのご注文お待ちしてます。じゃあ今回もありがとうございました。ありがとうございました。